西口大宮方面行田駅は埼玉県行田市一里山町にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。当駅は行田市の南西端に位置し、中心市街地にある 秩父鉄道の行田市駅とは約5キロメートル離れている。もともと行田駅は秩父鉄道行田市駅が開業当初名乗った駅名であったが、行田市と旧富戸井村の合併後、地域に高崎線が通過することになったため、行田市にも国鉄駅の設置要望があり、1966年7月に当駅が開業した。なお、 当駅開業1ヶ月前の1966年6月1日に秩父鉄道行田駅は行田市に駅名変更し名称を譲る形となった。島式ホーム1面2線を有する地上駅で京城駅舎を有している。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅で 熊谷駅が当駅を管理している。2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機、多機能トイレが設置されている。かつては緑の窓口も設置されていたが、 2006年2月23日にもしもし券売機買える国へを置き換えられる形で廃止された。さらにもしもし券売機買える国も2012年2月2日に多機能券売機に置き換えられる形で営業を終了し2013年12月5日に指定席券売機が導入されるまで当駅で指定席などの購入は不可能となっていた。 指定席券売機で扱えない切符などの購入が目的であれば熊谷駅まで無人で往復できる措置が取られている。2013年10月1日より一番線発車メロディが行田市観光大使であり、スターダストレビューの夢伝説に変更された。なお、同じく彼らの代表曲である今夜だけキットのサビをアレンジした発車メロディが 同日2番線に導入されたが、翌日の15時頃に使用停止され、1番線と同じ、夢伝説に変更された。いずれもメロディの制作はスイッチで、編曲は塩塚博が手掛けた。2019年度の1日平均乗車人員は6,569人で、ある。JR 東日本及び埼玉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、 以下の通り、行田市域に位置する駅であるが、口述の通り、熊谷市、堺及び、河野市堺にも近く、これら2市の住民等の一部も利用する。そのため、駅周辺には行田市営駐輪場のほか、行田、熊谷市堺には、漁師共同運営の駐輪場も所在している。行田市観光案内所あたり駅を中心とした、半径0 5トルほどの範囲が、 行田市内である。西口から直角に伸びる道路の突き当たりに荒川の堤防が見えるが、その手前にあるマンションから先は熊谷市内である。行田市の市街地をはじめとした立地域へは、東口から北東方向に伸びる埼玉県道138号、行田停車場線沿いに繋がっている。高崎線線路沿いで言えば、高崎方は当駅ホームを抜けた直後に渡る 元荒川の小さい橋から先は、熊谷市、大宮方も100メートルほどで、河野市に入る。行田駅前停留所にて、行田市が運行する市内循環バスが乗り入れる。行田市中心部への一般路線バスは、隣の吹上駅から発着する。かつては、行田車庫から市街地を経由して、当駅を結ぶ東部バスの定期運行便が存在したが、 一日数往復に過ぎない運行であったため、利用客は少なく、現在は廃止されている。参考ながら、北西 0.6km ほどの場所に、熊谷市悠々バス武蔵富と三号の区議3丁目、停留所が所在する。注釈区指定交資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。